皆さんこんにちは。フォト工房工房長の田谷尾です。今日はミュージックマンジョン・ペトリューシ JP6 DFR トランスブラックを紹介します。このギターはミュージックマン社がドリームシアターのジョン・ペトリューシ氏のために設計したシグネーチャーモデルです。アルダーのボディ材に5ミリほどのキルトメープルがトップ材として貼られています。マイクが乗る部分にはマホガニーのブロックがはめ込まれているため、アルダーとマホガニーの良いところを掛け合わせたような丸みのある温かい音色がします。このモデルは2007年に発表され、マイナーチェンジをしながら現行品としてラインナップされています。チェンジ前はフロントマイクがスティーブズスペシャルのカスタム品、リアマイクがリーソニック、フレットがニッケルで、ヘッドがマッチングヘッド。チェンジ後はフロントがリキファイア、リアがクランチラボ、ステンレスフレットで、ヘッドは黒の塗りつぶしです。また本モデルは良質な木材を使った BFR シリーズなのですが、2013年以前のモデルには12フレットに BFR のインレイがあります。以降のモデルにはインレイがなく、代わりにネックプレートに BFR の装飾がされています。本個体は2007年の発表とほぼ同時に製作されたデッドストック品です。製造から10年以上経過したとは思えないほど使用感がなく、廃置きやねじれのない良個体です。キルトメープルの粒も大きく、これほど状態の良い JP6 に出会えたのは本当に運が良かったと言わざるを得ません。動画かライブ配信でこのギターを使って演奏をしてみます。単体として鳴らした時の音とアンサンブルの中で鳴らした時の音を発信したいと思っています。ご視聴ありがとうございます。田谷尾でした。